どうもこんにちは。バブル期に突入した1980年代は名作のテレビドラマがたくさん制作されています。今のドラマでは考えられないような派手な演出や設定が人気で、社会現象を巻き起こした作品も多くありました。そこで今回は1万人以上を対象に聞いた懐かしい1980年代の名作ドラマ人気ランキングを人気順にご紹介いたします。第20位、不良少女と呼ばれて、1984年、197票。原翔子さんによる自伝的小説をドラマ化した作品です。当時人気アイドルだった伊藤舞子さんが、不良グループのリーダーである主人公を演じ、大きな話題を集めました。まるで人形のように可愛らしいビジュアルの伊藤さんによる、ギャップを感じる不良の演技には、ドハマりした人がたくさんでしたね。第19位、教師ビンビン物語。1988年、教師ビンビン物語愛愛。1989年、199票。ビンビンシリーズと呼ばれたヒット作で、当時ジャニーズとして人気絶頂期だった田原俊彦さんが熱血教師役に挑戦しました。田原さん演じる徳川龍之介と野村弘信さん演じる野本英樹の名コンビに多くの人が夢中になりましたね。田原さんが担当したドラマの主題歌、抱きしめてトゥナイト、ごめんよ涙も大ヒットを記録しました。この時代の良さが出ている名作の一つですね。第18位、積み木崩し。親と子の200日戦争。1983年、215票。俳優、穂積貴信さんによる体験記が原作で、不良少女となった娘との戦いを描いた作品です。当時アイドル絶頂期だった高部智子さんが娘役を体当たりで演じ、最終回の視聴率は 45.3% を記録。壮絶に展開していくストーリーで、未だに強く記憶に残っているという人も多いのではないでしょうか。私も毎週ハラハラしながら見ていました。第17位、セーラー服と機関銃。1982年、223票。大ヒットを記録した映画のテレビドラマ版で、主演を務めた女優、原田知世さんのデビュー作です。10代らしい、あどけなさが残る可愛さがとても魅力的で、老若男女問わず幅広い人気を獲得しました。また、原田さんはドラマの主題歌、悲しいくらい本当の話で、歌手デビューも果たしています。映画ももちろん良かったですが、ドラマならではの展開も素晴らしかったです。第16位、スチュワーデス物語。1983から1984年、237票。スチュワーデス訓練生たちの青春を描いた作品です。航空会社のドキュメンタリー要素も兼ね備え、見応え抜群でしたね。当時人気アイドルだった堀ちえみさんが主人公を演じ、教官やドジでのろまな仮面などドラマ内のセリフも大流行するほど人気を集めました。当時、片平渚さんの手袋を取るシーンがとても印象的でしたね。第15位、パパはニュースキャスター。1987年、264票。突然娘と主張する3人の子供と同居生活を送ることになった独身ニュースキャスターの主人公を田村正和さんが演じ、ハマり役となり、面白いと注目されたコメディードラマです。そして本田美奈子さんが担当した主題歌、ワンウェイジェネレーションは何年経っても色褪せない名曲の一つですね。田村正和さんの魅力をたっぷり備えた番組で、意外な一面を見ることができました。第14位、金曜日の妻たちへシリーズ。1983年から272票。許されざる大人の恋愛をテーマにした物語で、不倫願望を意味する金妻シンドロームという言葉が生まれるほどの社会現象を巻き起こしたヒット作です。主演は古谷一行さんが演じました。特に既婚女性から注目され、放送日の金曜夜10時には主婦が電話に出ないと言われていたそうです。数多くある不倫ドラマの中でも金妻が一番印象的という人がきっと多いのではないでしょうか。大人になった今こそ改めて見たい作品です。第13位、熱中時代シリーズ。1978年から
276票、水谷豊さんが主演を務め、純粋で一生懸命な小学校教師役を好演しました。こんな先生がいたらなぁと、子供から大人まで夢中にさせてくれましたね。そして北海道出身という設定で、放送当時は訛りのある独特なセリフを真似する人が続出、多くの人の涙を誘った最終回はなんと 46.7% という高視聴率を記録しました。何事にも熱心に取り組んでいる内容が本当に良かったですよね。第12位、意地悪ばあさん、1981年から325票。サザエさんの作者として有名な長谷川真知子さんによる漫画意地悪ばあさんが原作のドラマです。意地悪を生きがいとする主人公のおばあちゃんを青島幸男さんが違和感なく好演しました。辛口でコミカルなストーリーに家族でハマったという人が多いのではないでしょうか。そして思わず歌いたくなるスラップスティックによる主題歌、意地悪ばあさんのテーマも人気でしたね。多様性が叫ばれている昨今こそ、世の中をシニカルに笑い飛ばす、そんな意地悪ばあさんが必要なのかもしれません。第11位、池中玄太80キロシリーズ、1980年から328票。亡き妻が残した血のつながりのない子供たちとの家族愛を描いたストーリーが泣ける名作ドラマです。主演を務める西田敏行さんによる主題歌、もしもピアノが弾けたならは、ドラマを見たことがない人も耳にしたことがあるはずです。そして西田敏行さん迫真の演技には圧倒されました。第10位、スケバンデカシリーズ、1985年から342票。斉藤由貴さんが初代を務め、南野陽子さんや浅香唯さんなどが主演の続編が制作された名ドラマですね。女子高生が10号金ヨーヨーを武器に悪と戦うというストーリーで、当時はドラマの影響によりヨーヨーが大流行しました。セーラー服で派手なアクションを繰り広げる姿に多くの人が魅了されていましたね。1985年から1987年にかけて実写ドラマ化したテレビシリーズ3部作が放映され、劇場版2作品が公開されたほか、2006年には新作の劇場映画も公開されました。また1991年には OVA としてアニメ化もされているほどです。今じゃマッポの手先、笑いたければ笑えばいいさ。だがな、てめえらみてえに魂まで薄汚れちゃいねえんだぜ。この決め台詞を必死で覚えようとして何度も練習していました。投票された方々からはヨーヨーを買って友達と真似事をしていた頃を思い出します。学生デカとして女子生徒が悪を倒していくというストーリーが良かった、アイドルたちの演技が良かった、斉藤由貴さんのスケバンデカは毎週見ていました、というような声が上がっていました。第9位、スクールウォーズ、泣き虫先生の7年戦争、1984から1985年、381票。高校ラグビー界で無名の弱小チームが、ある一人の教師が赴任して以降、さまざまな困難を乗り越えつつ、数年で全国優勝を果たすまでの軌跡を描いた、友情、信頼、絆をテーマにした青春ラグビードラマです。主人公の熱血教師滝沢健二役を山下真司さんが熱演しました。お前らはゼロか、ゼロの人間なのか、それでも男か、悔しくないのか。人間は誰でも死ぬんだ、残された時間を燃焼しろ、そこにお前の命の輝きがあるんだ、など熱い名セリフで多くの人の心をつかみました。初回の視聴率は 6.9% でしたが、その後は徐々に視聴率を上げ、後半では 20% を超えることもあり、最終回の2日後に再放送が開始されるほどの人気作となりました。また本作の影響もあって、1985年度の全国の高校ラグビー部の入部希望者数も増加、同年の新規登録チーム数も前年比 1.5 倍の増加率となり、社会現象を巻き起こしています。投票された方々からは、ラグビーをやっていたので本当に感動した、あれだけ熱のこもった演技ができる山下さんはすごい、感動したことを覚えている、今見ても泣けると思う、本当に名作、
というような声が上がっていました。第8位、はぐれ刑事純情派シリーズ、1988年から415票、主演を務めた藤田誠さんの代表作としても知られる大人気刑事ドラマシリーズです。捜査に厳しく、犯罪を犯した者にも温かい心で接する人情味あふれるキャラクターで多くの視聴者を魅了しました。刑事にも人情がある、犯人にも事情があるというキャッチコピーは、刑事ドラマでは新しい世界観でしたね。本シリーズの開始当時は、危ないデカ、呆れたデカ、君の瞳を逮捕するなどのいわゆるトレンディー刑事ドラマの流星期でしたが、本シリーズは前述の通り、それらの作品とは一線を画した作風で 15.5% の平均視聴率を記録しています。1988年から2005年までに全18シリーズがレギュラー放送されたご長寿ドラマです。投票された方々からは、人間の機微がよく表現されている、派手さはないがしみじみとした人情派、地味で実直な描き方が好きだったな、主演が好きだったこともあり、特にこの作品は今でも BS 等での再放送の時は必ず見ていますよ、というような声が上がっていました。第7位、不揃いのリンゴたちシリーズ、1983年から475票、脚本家山田太一さんの代表作で、主演の中井貴一さんにとっても代表作の一つと言えるでしょう。ある架空の四流大学を舞台に、学歴が恋愛や進路に暗い影を落としながらも、それを懸命に乗り越えようとする若者の姿を描いていました。学歴社会に揉まれる若者の青春群像をリアルに描き、若者を中心に人気を集めた名作ドラマです。不揃いのリンゴたちを書くことになったのは、当時大学生があまりテレビを見なくなったと言われていたことがきっかけだそうです。またサザンオールスターズによる主題歌、愛しのエリーも名曲ですよね。しおりのテーマやマイフォアプレイミュージックなどの曲も挿入歌として使われ、ドラマがきっかけでサザンオールスターズのファンになった人も少なくないはずです。投票された方々からは、脚本の出来が別格、中井さんはじめ出演者が若くてフレッシュで、ドラマのストーリーも新鮮でした。青春そのもの、かなりハマりました。第6位、男女7人夏物語、1986年、男女7人秋物語、1987年、494票、80年代から90年代前半に大流行したトレンディードラマの元祖とも言われている名作です。結婚適齢期の男女7人が、少々遅い青春を不器用にも懸命に生きていく姿を描いています。明石家さんまさんと大竹しのぶさんによる漫才のような掛け合いが面白いと話題になり、最高視聴率は 31% を超えました。スマホもメールも SNS もない時代に繰り広げられた、さんまさんとしのぶさんによる演技と本気が絶妙に交差した恋物語は、たとえ時代が変わっても忘れられないものですね。そして石井明美さんが担当した主題歌チャチャチャも大ヒットしましたね。投票された方々からは、演者が豪華で物語が最高に楽しかった、何度も見たいと思ってしまう、鶴太郎の役が好き、大流行、当時めちゃくちゃハマっていました、というような声が上がっていました。第5位、西部警察シリーズ、1979年から573票、主演は渡哲也さんで、石原裕次郎さんら豪華俳優陣が出演した石原プロモーション制作の刑事ドラマです。今のテレビドラマでは見られないド派手な銃撃戦、カーチェイス、アクション、爆破シーンといったハリウッド映画顔負けの迫力抜群な演出が大人気でした。撮影で破壊した車両総数はなんと約4680台、総火薬使用量は約 4.8 トンというから驚きです。ドラマに登場する特殊車両も人気で、ミニカーやラジコンなどにもなりました。そして石原プロは番組の長期ヒットに伴い30億円の資産を形成したという逸話もあります。投票された方々からは、子供の私が見ても爽快で楽しみなドラマでした。今では映画並みの派手なカーチェイスやロケーション、
良い時代を象徴した番組でした。スケールの大きさで当時大変な人気でしたというような声が上がっていました。第4位、危ないデカシリーズ、1986年から718票。舘ひろしさん演じる鷹と柴田恭兵さん演じる裕二の黄金コンビが大人気でした。キザでクールな2人の軽妙なトークや派手なアクションが最高に面白いです。スタイリッシュでコミカルな内容のストーリーにみんながドハマりしました。放送当時はサングラスを真似する人が続出していましたね。そしてドラマ放映開始から38年、昭和、平成、令和、3つの時代を超えて最強のバディ、タカ&ユージが劇場版最新作にて帰ってきました。帰ってきた危ないデカは2024年5月24日より上映されています。ドラマシリーズを見ていなくても楽しめる内容となっており、アクションも規模が映画向きに激しく展開されています。特に銃撃戦は見応えありですね。昔からのファンの皆さんも待ちかねた作品で話題となっています。投票された方々からは幅広い世代に愛されたコンビが絶妙だったと思います。おしゃれがすぎる、若い頃から今でも憧れている、タカさんとユージの掛け合いが面白いというような声が上がっていました。第3位、3年 B 組金八先生シリーズ、1979年から994票。80年代に放送されたシリーズでは中学生の非行や学校内暴力、無気力といったテーマと向き合い、今でも語り継がれる名シーン&名言を多数生み出しました。金八先生役を演じた武田鉄矢さんの熱い演技が素晴らしく、シリーズ通して涙なしには見られない名作です。また現在テレビや映画などで活躍されている名俳優たちが学生として多く出演しており、何度も見たくなる名作ドラマですね。制作本数はスペシャルを含め185本。金八が定年となるのを理由に2011年3月27日放送のファイナルをもって物語は幕を閉じました。断続的ではありましたが、放送期間32年という長期作品であり、水戸黄門や渡る世間は鬼ばかりとともに TBS を代表するドラマ作品となりました。投票された方々からは、学生側や先生の立場から見たその時代の社会問題を扱ったような内容で深いドラマだった、中学生の悩みなどをテーマに挙げた素敵なドラマでした、名作ですね、家族で楽しみに見ていましたというような声が上がっていました。第2位、必殺仕事人シリーズ、1979年から1083票。虐げられた人々の恨みを晴らす闇の裏稼業を描いた大ヒット時代劇シリーズ必殺仕事に、藤田誠さんが演じた中村モンドはとても人気で、初登場作は必殺シリーズ2作目となる必殺仕置人。当初は主役ではありませんでしたが、お茶の間の人気を得たことから後の作品では主人公として定着し、シリーズ全体を代表するような存在となりました。そして一番の魅力は何といっても仕事人たちが悪人を懲らしめる時に使う必殺技ではないでしょうか。チャラチャーンという有名な BGM とともに仕事人が颯爽と現れ、各々が魅力あふれる殺し技で悪人を倒す、これぞ必殺シリーズの魅力ですね。歴代最高視聴率は 37.1% を記録。悪を成敗していくスカッとするストーリーにみんなが魅了されましたね。主演を務める藤田誠さんの表の顔と裏の顔の演じ分けが素晴らしすぎます。テーマ曲や BGM も一度聴いたら忘れられなくなるくらい印象的な名作です。投票された方々からは、恨みを晴らしてほしい依頼を受けて懲らしめるストーリーがスカッとする、悪いことは許さない話でいつの世にも通じると思う、渋さや男の色気のある俳優たちの演技力が素晴らしく思いました。藤田誠の真面目と不真面目の差の演技がすごくいいというような声が上がっていました。第1位、北の国からシリーズ、1981年から1466票。北海道の大自然を舞台に父と子の成長と絆を描いた物語は
日本中を感動の渦に巻き込みました。子供がまだ食ってる途中でしょうが。という田中邦衛さん演じる五郎のセリフはかなり有名ですよね。視聴率は尻上がりに上昇していき、最終回には 20% を突破、平均視聴率は 14.8% を記録しています。また最終回放送日にはフジテレビが各新聞朝刊にお礼広告を出稿し、視聴者から寄せられた投書も1万通を超えたそうです。北の国からが1981年から描いてきたゴミや食品ロス、過疎の問題、農業の在り方は今も大きな社会課題となっています。そして北の国からの五郎の生き方は、お金をかけなくてもあるもので賄えることはたくさんあることが学べます。だからこそドラマをリアルタイムで見ていない若い世代にもぜひおすすめしたい名作です。さだまさしさんによる主題歌、北の国から遥かなる大地よりを聞くと、数々の名シーンが今も鮮明によみがえってきます。投票された方々からは、登場人物がちゃんと時を経て、その時期その時期に起こる物語を紡いでいく作品は他にないと思う。内容も重厚だし、大作だと思う。これは名作中の名作でしたね。純と蛍、二人がだんだんと大人になっていく過程も丁寧に描かれていて、本当に応援していました。今じゃ立派な俳優になられて頼もしい限りです。北の国からが好きすぎて、富良野に何度も旅行に行きました。というような声が上がっていました。いかがでしたでしょうか。80年代のドラマは何度見ても夢中になれる、世代を超えて愛されるような名作揃いでしたね。ぜひ見たことがない人たちも含めて、改めてご紹介したドラマたちを見返していただけると嬉しいです。ご覧いただきありがとうございました。まだの人は登録と高評価をお忘れなく。またこのお時間でお会いしましょう。それでは。